塩原元よろしくお願いします。ありがとうございます。今日もトップバター矢野として歌わせていただきます。1曲目花休みを聴いてください。ありましたけど、すいません、もう今日は一緒にまた出てみようと楽しみで、ありがとうございます。もう今日はお越しいただきちょっと今回はちょっとまたいつもと違った選曲を持ってきましたので、よいしょ、聴いてください。瞬間という曲を聴いて、終わりは新しい始まり、夢を選んでると夜が来てしまうから、夕暮れの芝生の中で今も、海までもう少しもう少し、何も見えずここはどこへとつながる道、たらくらいの自分を西へ西へと向かう、一つ一つ
一つ見つけてきたものは何もかも無駄なものなんかじゃないよと、全て君の宝物になるように願いを込めてこの歌を届けるよ。JR 長瀬で来てるんですけども、降り立ってで必ずジャパンに寄るのが好きなんですよね。もうなんかああいう大きなスーパー行くとね、もうすごくワクワクしますよね。で本当にもう本当に何年も前なんですけども、やっぱりその海外初めて本当に行った時に、もうスーパー入った時にやっぱここもうなんですかね、本当にディズニーランド来たみたいなワクワクがあって、なんか大きなスーパーとか初めてのスーパーですごいワクワク感ありますね。大好きなあの子と暮らしたいというワンダーランド、聴いてください。
ミラレソシオさんと、そうですね、こう何か面白いことをしようとして、本当にもうこれですよね、今年初め去年ぐらいからの構想でしたね。でなんかあのもう本当に時代が時が時ならばもうあのちょっと野外に繰り出そうぜという話も してたんですけども、なかなか今ちょっと難しい状況なんで、なんかまた今後も面白い動きができたらいいなと、まずよろしくお願いします。うん、はい。で、ですね、ちょうど3日4日前ですね、3日前ぐらいですね。あの大阪も今日もちょっと市内で降ってたんで、大阪雨が土砂降りが降ってまして、でちょうどあの第2の淀川をこう休みの日は淀川を通って第2まで行って、あの本当になんか。ジャガータウンっていうなんか大きな商業施設があるんで、その休みの日とかすごい買い物に行くんですけども、すごいいい天気あったんで、帰りにもうすごいゲリラ豪雨にあったんですよ。ちょうど本当にニュースになってたぐらいの、もう雷もすごくて、当たったら確実にね本当に無事でいられんと思ったんですけど、あのちょうど高架下を通って帰ったんですよね、あの旭区とか城東区の方の。そしたらやっぱ高架下ってもう本当にこう地面を掘ってるとこもあるので、すごくあの地下深くなってるんで、あの自転車でもバーっと、ね、雨防げるからいいやと思ってたんですけど、本当に腰の位置まであのバーっと入っていって、初めてですよね、水陸両用になったのそういう感じが、いやこのぐらいまで自転車で あったんですよね。だからもう、あこれは本当にちょっとあれしたらやばいなっていうのもちょっと感じて、こういうこともあっという間に本当に雨が降って、本当に20分30分も経ってないぐらいだったんですけど、はい、だからぜひ本当に今ね、あこの雲が近づいたらちょっとやばいなっていう思うときは、本当に30分1時間ぐらいちょっとどっかね待機できるとかで待機した方がいいなとは思います。はい、ということで雨の歌を2曲続けてよ夜明けの雨を聞いてください。永久を超える一瞬の夜、線の明かりを灯す僕らの花ぶり咲いて、描いた夢は薄に散らばる星屑のささやきは、夜明けの雨が消す風に濡れたまま、僕らを乗せてどこへ運ぶ柔らかな月、道で消えた夜明けの雨は心と昨日を洗う。
を灯す僕らのあなたに笑い合えたら悲しみの雨優しさの雨眺めてた空から夜も奪ってゆく心も
夜の街に君の心と消えた。ありがとうございます。全然コメント見てなかったので、ちょっと失礼します。サラカルさん、ありがとうございます。コンティニーコインもありがとうございます。いつも本当に配信見ていただいたり、あ、まだまだあのゆっくり続きますので、ね、これからの方もぜひ見てください。ありがとうございます。めっちゃ歌ったんですけど全然時間ですね。これおかしいな。前で長尺でライブをや喋ってなかったね。早く終わったときはなんか二人でなんかやりましょう。今日何も前回ねやったんですよね。じゃあ光源氏の曲を今いきなりぶっ込みますか。アカペラでこう。いや、ミラエさんがいるともうすごく僕テンションが2度ぐらい上がるんで、もうすごいね、あのね、体温上がったらダメなんですけど、すごいで、なんかね、これなんですよ。あのやっぱこう疲れてる時ってめっちゃ顔出るじゃないですか。ね、なんかね、あんまりこうイラッとした時も顔もう疲れてる時ってすごい出やすいんですけど、なんかね、今日ちょっと長瀬神社入る前に、あ、これはあかん、暑いけどもイライラしたらあかんみたいな、まずもう自分でこうニコッとして入ろうと思って、長瀬神社もうまず口角上げて入っていったんですよ。そしたらなんかね、標語にあのもうびっくりして、ゲーテの言葉が書いてあって、あのすごい何でしたかね、ゲーテの、まあ、詩人の方ですかね、ドイツのあれですかね、なんか一番あかんのは人間の中の不機嫌なことだみたいな感じで書いてて、でそしたらあの笑顔を作りなさい、おお、今まさにナウリアルタイムやなと思って、すごいなと思って嬉しかったです。で最後はだからなんかウイルスは感染したらダメですけど、笑顔は感染いけますみたいな、すごいねお寺の方もすごい気の利いたことを書いてて、あ、かっこいいなと思いました。そういうことです。はい、失礼しました。ちょっとアップテンポ。あと来月はですね、あの、5月7月と本当にヤナソシワラモードをさせていただきまして、来月はベアズカフェで、あのまた今日はアコースティックギターですけども、来月は趣向を変えまして、あのユニットをやっておりまして、POM という POM と書いて、あの女の子のアコーディオンの中村めいちゃんという方、ね、すごくあの、器用なアコーディオンを弾かれる方と、ユニットを組んでおりまして、これが今最近本当にここ半年ぐらいはちょっと活動できてなかったんですけども、本当に久しぶりにあのもう前田さんにお願いして、ちょっと、ぜひイベントさせてくださいって言って、でその時は僕はそのアコースティックギターではなくてポルトガルギターという、あの本当に民族楽器ですね、あの本当にポルトガルの、楽器なんですけども、12弦ありまして、はい、それをこう弾き方も全然違うんですけども、そういうポルトガル音楽と歌謡曲を混ぜながら、あとオリジナルも少しだけ入れて、8月8日、88の日にあのまた配信もありますので、よければ、ご覧ください。ありがとうございます。山の歌を歌います。一時期もう本当に10年以上前に何かを探し求めて狂ったように山に登って、もう本当に毎月毎月山に来るたびに登ってた時期がありました。その時に
とうございます。トゲでした。オリンピックになったり、あの関西もなんかちょっと大変な事故に、ね、なったり、その雨の影響でいろいろところで事故が起こったりとかね、なんか本当にこう無事にこの夏も乗り越えて、またなんか日本って本当に四季があるからこそ、あの、ね、他の国にはない文化があったり、うん、なんか無事年を越せるように元気で、はい、冬の歌、スノーソングを聴いてください。これもちょっとあのギターをちょっと叩きます。久しぶりに、ちょっと真夏なのでちょっと涼しくなってやりたいなと思ってます。スノーソング、
ちょうどね、僕もあの本当に、ね、あんまないラブソングなんですけども、あの今日はちょっと皆さんのご結婚進行ワイファイの皆さんに失礼しました。いいですね。また今日もあの幸せをお裾分けしてもらいます。飾らない瞳の奥に素敵な光を見たよ。空を見上げればかすかに素敵な光を見たよ。過去も未来も指先一つで変わる気がした。君に会いに行くチャリオンズムーン Lonely Night 星の割れます君の手のひらにチャリオンズムーン Lonely Night 夢の続きそっと浮かべた。ではでは、もう始まっていいでしょうか。では、ミラレソシをやります。鮮やかな白爪草をに変えて君にあげたい。意地悪な君のことだからそれを僕に返す言葉お約束なのさ。ああ知らない間に近づけてる。
ませんか。恋のクロール、ゴールは君さ、OK。プールに行きませんか。恋のミラクル、終わる前に。雨プレーは血固まるって言葉通り、君は何も悲しいふりなどしてないさ。これからはの天気に暮らしていこう。世界は悲しみで溢れているんだもん。ああ僕のために、君を守ろう。海行きませんか。恋は涙で少ししょっぱい気分。海行きませんか。いつかの青春取り戻そう。どんなにデコボコな道でも、僕がエスコートしてあげる。プールに行きませんか。恋のクロール、ゴールは君さ、OK。プール行きませんか。恋のミラクル、終わる前に。ありがとう。最近ね、前はプールに行きませんかって歌ったんですけど、好きな銭湯がありまして、ユーバスっていうところなんです。結構いい値段するところなんですけど、そこがね、なかなか9時までになってしまって、ユーバスに行きたいんですけど、9時までしか空いてなくて、本当に、まあ、そんな気持ちを込めて歌いました。プールやったんですけど、ユーバスに行きませんかっていう感じでした。僕のこと気にしないで、君は平気でタバコをスパスパと吸い出せた。僕は禁煙中、冬の空にふかすタバコの煙で恋しくなる。あの時描いた未来図はフィルターの交換時だ。意地を張って飛び出たあの部屋に、今すぐに帰りたいな。僕らは自由勝手になれすぎて、一
人に合わせることが嫌いになった。回転木馬のような繰り返しの毎日も悪くないけど趣味じゃない、それだけさ。君と来たら遠慮はしないし 80% 待ち合わせに遅れる。だけど僕は君を尊敬してるし、魅力的に感じてやまないな。 Let's Blues Have a足りないものは足りてるもので埋めればいいさ、きっとそうだろう。うつむいてないでこっちへおいでよ。夢のビスケットはまだしけてないから、どこにある？解決策はあるのかい？君を子にする男に死んでもなりたくない。久しぶりに外へ行こう、怖いものなどないのさ。間違っても貫き通す君とならいつの間にか僕らは回転木馬のような からロックロールステージでいきたいと思います。知ってるか、恐竜の色は化石だけじゃわからねらしい。赤黄色緑紫どれだと思う？知ってるか、恐竜の色は化石だけじゃわからねらしい。赤黄色緑紫どれだと思う？知らねえから教えてくれ、知りたいんだ。メドインチャイナのタイムマシンで過去へ遡らないか。君が見たかってたピーティカントロップスの写真も入ることだし、
もしかして僕が見てる海鳥色は君の色じゃ黄色に見えるかもね。もしかして僕が見てる海鳥色は君のめちゃ黄色に見えてるかもね。どうでもいいことだけに僕は気になる。恐竜の色をめくるタイントラベルもいよいよ佳境に迫ってきた。君が見たかってた色はわかったが、何色なの？僕が見てる世界、中心は僕です。君が見てる世界、中心は君だから、君だから、君だから、あらららら、君だから。It's crazy. Thank you. Do 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 do.にまたがった巫女の姿は美しい。あくまでこれは夢の話、恋じゃないのに変だな。世界中分の花を集めた。オーテコロンの荷を逃がした。君の肩に手を当てて、メルヘンチックな空に飛ばす飛ばすよ飛ばす、ギターを空に飛ばす飛ばす飛ばすよ飛ばすよ、ギターを空に飛ばす。テレビの音で目が覚めたら、それは奇妙な白昼夢だった。アスレチックでスパイラル、逆上がりなら負けはしない。冴えない特技の数ほど、君の笑顔は大きく悲しい悲しいな。話は近づいて悲しい悲しいな、悲しい話は近づいて、北へ南へ
東へ西へ右から左手の鳴るポエ。最後君はあやかし赤毛のスターバックス従業員、先延ばしがちな恋愛にピリオドをまず打ちたい、選ぶた本を読めば小手先のレボリューション、雨がポツポツと降り注いだ、跳ねた髪を気にしてるのかい、そんな仕草に胸キュンとした、君と僕じゃ全く付き合わない、リンネの帽子に Say hello goodbye、 今日も憂鬱昨日も憂鬱、タバコに火をぷかぷかスモーキング、今日一日の敗北を枝豆とビールで乾杯だ、君の噂でポロリ心が折れそうさ、恋は盲目とよく言うけど、やけに身の程を知りすぎてしまう、君はお月様のようだね、君が笑えば僕も笑う、私オーダーレイボーポレたら最後、君はあやかし赤毛のスターバックス従業員、先延ばしがちな恋愛にピリオドをまず打ちたい、選ぶた本を読めば小手先のレボリューション。Thank you, ありがとう。今やった曲、もうめっちゃ10年ぐらい前ぐらいに作って、10年ぐらい前作った曲って結構頑張るんですよね。でも年をね取ってね、もう停止するかと思いました。ミナレソシオじゃなかったの時、メロディークルーソーとかその辺の時に作ったんですけど、
ね、なんかでもどんどん挑戦していこうと思って、なんか喋ろうと思ってんけどな。矢野さんもなんかいつも気遣ってくれて、いつもなんか僕が先にしますんでって自分が先してくれて、もう次は気遣うと取り合ってください。ストローク来て次はね、でやります。あれもあれすごいですね、パーカッションのね。なんか今日やっとった時に今日矢野さんがパーカッションのパーカッシブのギターやったんですけど、こうやってめっちゃ背景思い浮かんだんですよ。こうなんか多分あれですよね、最初やった時教則本見てこうじゃないんだよなとか、こうじゃないんだよなとかいっぱい試行錯誤してできたんやろなと思って、すごいっすよね情景が。いやなんかその景色っていうよりもこうじゃねえんだよなって思いっぱいやったんでしょ。YouTube 見送ったの。ありがとうございます。今年はカッティングってこうストロークのパチパチパチってやる人になろうと思ってます。はい、なんか新しい挑戦でちょっとこの曲歌います。ごめんね、冷めさせたらごめんね冷めさせたらごめん、やってきます。目覚めてすぐのコウモリが飛び始める夕暮れに、バレないように連れ出すから鍵は開けておいてよ。君の記憶の片隅に居座ること今決めたから、弱気なままの眼差しで夜が明けるまで見つめているよ。同じ涙がキラリ、俺が天使だったなら星を待っている二人、切なさにキュッとなる心と心な光。浴衣の袖のあたりから漂う夏の景色、浮かんで消える骸骨が鳴らすよ恋のリズム、映し出された思い出は皆幻に変わってくのに、何も知らないこの星は世界を乗せて回っているよ。同じ涙がキラリ、俺が天使だったなら本当はちょっと触りたい、南風やってこい、二度と戻れないこの時を焼き付ける。同じ涙がキラリ、俺が天使だったなら心と心をつないでる。こうやりたかったんです
かな光あ、ちょっと待ってちょっと待ってや、ここやりたかったですってちょっと言ってもだから変なって思って心と心をつないでるかすかな光キラリあのねくさスピッツやったよあのね心と最後の大サビでうーっていうのをめっちゃうまいこと言ったんですよ昨日でもなんか歌っとったらだんだん自信なくなってきてちょっとちょけてもうたんですよね今ここ歌いたかったんですって言った瞬間にコード忘れてもうたほんまやったあかんことやこれは涙がキラリって結構僕の中でスルーしとった曲やったんですよスピッツの中でもスピッツファンの中でだけど今聴いたらめちゃくちゃいい曲でなんか変ですよね本当はちょっと触りたいとかそんな絶対入れないですよね矢野さんも本当はちょっと触りたいっていうあの歌詞をちょっと入れてみてくださいちょっとスケベな感じの矢野さんは綺麗なこうもっと叩きたい本当にありがとう思うでは、まあ、まだなんかそのやりますあのカバー曲どっかに小さくては見捨て遠いなメロディーファンタスティック変わるはミステおかしなペーパークラッポ鏡の向こう女の子今も迷っているかな自由に描くことのできない日々も変わってるはずなのにずっと迷ってた小さくてはミステ遠いなラブリーファンタスティックシンキングはミステ誰かの真似でいいかよく降った雨しらけた目の先夢みたいに変わった空ああいつか見た古い映画の七色とよく似ていた気がしたんだよ小さくてはミステ遠いなメロディーファンタスティック変わるはミステ誰かの真似でいいか季節は変わるいつだってさ君は一人じゃない僕がいるからフォーフォミステ遠いなメロディーファンタスティック変わるはミステおかしなペーパークラフトフィー
リングはミリステップアップ、遠いなメロディファンタスティック、シンキングはミリステップアップ、誰かの真似でいいか、ソシオアラモードのために練習を家帰って実家、まあ、家やったらちょっと近所迷惑になるんで実家に行って聞いとったんです。いや、なんかギター弾かんとずっとこのタムピックっていうのをちょっと使い始めて、これをねどうしても使えなくて、あ、そうか、これここを削ったら使えるんやと思ってめちゃくちゃ削っとって、でそれで練習しやんと続けてました。弾きやすくなったんです。なんかサムピックってこういうやつってめっちゃ弾けないんですよね。あれは長さ調節しなダメなんですよ。ここ削ってみんなちょっとちゃんと分かれるんです。これまだ YouTube 動画あれだけだった、あの爪切れなあのスランプで練習時間なくなりますけど、これやってでも練習しましたよ、ちゃんと。もうワンランド行こうぜ。エレファントカシマシ風に言ったらドンと行こうぜ。わからんか、ここで。わからんのかい、矢野さん言ってくれよ、ドンと行こうぜって。潜水艦に飛び乗って、潜水艦に飛び乗って、6から1までの開放弦鳴らせ、1から6までの開放弦鳴らせ、それが出発の合図さ、楽しい旅の始まりさ。ミラーレスシミのサンマリン、ミラーレスシミのサンマリン、ミラーレスシミのサンマリン、ミラーレスシミの、いや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 、どんと行こうぜ。汚い心のやつは乗れないよ、汚い心のやつは乗れないよ、そういう設定にしたなら矢野さんは乗れなかった。ミラーレスシミって歌っているけどさ、ミラーレスシミの音符でないんだね、こういう歌って変だよね、求めていたのはこれなんだろう。ミラーレス刺身のサンマリン、ミラーレス刺身のサンマリン、ミラーレス刺身のサンマリン、ミラーレス刺身の、ミラーレス刺王のサンマリン、ミラーレス刺王のサンマリン、ミラーレス刺王のサンマリン、オーイエーイ。
旅はさだか楽しめよベアスカフェ。これからも続きます。そしてドア誰かもらってあげてくれ。ドア、そのドアお前自身の心のつながるドア開いてみなよ。いつか必ずその旅はいつか続く。オールナイトロン楽しいね。潜水艦の旅はただか楽しいね。イカの旅はさだこう。センキューありがとう。もう楽しいです。ありがとう。こんな楽しいんかライブ。なんか人の曲たりとかするのもいいですよね。これからなんかいろんなこと挑戦していきます。矢野ソシオアラモードもいつか満員にしましょう。でビルボード大阪で貸し切って、でビルボード大阪矢野さん働いてるんで、これ言っていいんかな、働いてるんで、もノルマは全部は矢野さんが払ってくれたり、それでいいと思う。そんな矢野太の気持ちを込めて歌います。恋と涙のナックルボールを投げた。君が打ってるようにスローリーに投げた。臭くとも変化球はなしさ。君のことだけ考えているけど、それを伝える隙はない。僕の気持ちを感づいているから、君はあいつの話ばかりさ。僕の気持ちが君を困らせて、君ん態度が冷たくなった。心でも叶えられない恋もあった。それでも届けたい、そういうものだった。僕の彼女に君はもっともっと自由でいれる。だけどあいつのものらしいから、いつもどこかぎこちがない。僕の気持ちを彼が悟ったなら、君僕を避けるだろうな。どんな季節の宝物、それでも
も物足りない思い出の君なら心でも叶えられない恋もあさそれでも届けたいそういうものだった二人で駆け抜けたどんな季節の宝物それでも物足りないのは君が思い出だからわけもなく見たくなった楽しかった出来事は今では減ってきて悲しかった出来事は隙間からこぼれた ほんの小さな日だまりしか 今の僕に友達はない 僕の知る街並みいつしか悲しみの色で染まってきたみたいここから出ていこう
出来事は今では減ってきて、悔しかった出来事は山ほどあるのに、近いうちまた会おうよ、オーロラになれないふりをして、教室の机の落書きを訳もなく見たくなった、来てくれて、あ、ライブ見てくれてありがとうございます。来てくれたらね、いつかどこやったっけ、 BBL 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 って言うの、いつか、いつか待ったれよ、待っとけよナンバー8待っとけよ、変わった、変わりましたありがとうございました、 ありがとうございます、あ、見てくれてほんまありがとう、はい、パチパチありがとうございます、ありがとうございます、ああ、藤井さんありがとうございます。あとは、スピッツ、スピッツじゃない、スピッツみたいな、スピッツみたいな、スピッツやってんな。君とクラスター。そう、君とクラスターね。ああ、でも楽しみ。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。次はあの近くの温泉で、そうですね、生中継します。待って、ほんまにコロナ終わったらこうみんなで飲みましょう鍋パーティーしましょういいですね、ほんまに早終わって、ね、みんな早ワクチン打てよありがとうございます、ありがとうございます、ワクチンいただきました、ワクチンいただきます またぜひぜひやりましょう。あとサムピック使うならここを削るねみんなサムピック使われに売ってるからここを削んねんで、でもあれコードフォームってめちゃくちゃ綺麗、ほんまですか、だからすごいやってる人やったいやいや、なんかね元気玉のようにみんなが力くれるから普段動けない子とか手にこう伝わってみんなが力くれて、ストロークと改めて感じました、待っとるよ矢野くん、酔っ払ってます。あ、すいません。はい、大丈夫ですね。ちょっと、すいません、焼酎飲み。もっと酔っ払ってほしい。そうですね。今日はもうお客さん来てるからいっぱい飲めよ、みんな。もうでも19時になったんで、アルコールは終了。あ、終了。じゃあ、ボトルでお願いします。失礼しました。もうね、ありがとうございました。それではまたみんなで鍋しましょう。じゃあ、終了しましょう。はい、ありがとうございました。おやすみなさい。